こんにちは。今日は3月14日です。確定申告がまだ終わってません。それなのにさっきニュース見たら、なんか e-tax ってあの確定申告をネットで申告できるやつがあるんですけど、それになんか障害が発生してると言ってまして、果たして僕は確定申告できるんでしょうか。そんな感じでですね、今日はあのスティックは振らずに、僕がドラムの留学でロスにいた時の怖い話をします。この前はお化けの怖い話をしましたけど、今回はあの人が怖い話をしたいと思います。ですね、最初びっくりしたのが、銀行で ATM、 銀行の中の ATM で、向こうはあの ATM が外に普通にあったりするんですけど、中の ATM 並んでて、なんかお金を入れようとしたのか、それとも引き出そうとしたのか覚えてないですけど、財布出してちょっとこう中見てたんですよ。そしたらあの銀行の中にいたガードマンがつかつかって寄ってきて、財布を出すんじゃないって怒られまして、あのそうやってなんか財布開いてお金数えたりしてると取られるみたいで、危ないからやめろって言われて、銀行の中ですよ、もうすぐ横に銀行員もいるし周りにお客さんもいるのにやめろって言われまして、あの怖えなと思いましたね。それでそうですね、銀行の話で言うと ATM 外にあるんですけど、外であのお金を下ろす時もたまにあったんですが、下ろした後にある日、外の ATM でお金を下ろした後にですね、白人のホームレスがいて、僕に向かってお金をくれと、小銭をくれというわけですよ。それで僕はあげないと、お金ないから言ったら、その白人のホームレスがですね、お前そこで今金を下ろしただろって言って、そこで僕ちょっとカチンときまして、それでそれがどうしたみたいな感じになって、無視して行こうとしたら、その白人怒っちゃって僕の後ろ歩いてくっついてきて、背高いんですよ、190センチぐらいあって、それであらゆる罵声をですね、僕に英語で浴びせかけ、 F のつく単語とかですね、単語というか文章とか、文章って言わないか、あと D のつくやつとか S のつくの言われましたけど、めっちゃ怒ってて後ろで、それで僕もですね、いい加減あったまきまして、その時後ろ背中向けてて、後ろからあの襲われたら嫌だなと思って、向かい合ってですね、出た言葉がやっぱり日本語でしたね。日本語対英語のあの喧嘩になって、で向こうがですね、ちょっとひるんだっていうか、一瞬こう勢いがちょっと病んだんですよ。こいつなんか知らない言葉で何か言ってるみたいな、怒ってるぞみたいな、違った意味で怖かったのかもしれないですけど、それでひるんだ感じになってですね、曲がり角で僕は曲がり角までこう距離を空けて走って逃げました。本当かどうか分かんないですけど、ホームレス当時あのピストルは持ってないけどナイフは持ってるぞって言われてたんで、逃げた方がいいなと思って、実際ホームレスナイフ持ってんだなっていう事件がありましてですね、僕の住んでたマンションのすぐ横、隣接したすぐ横に韓国人の方が経営していた、コンビニみたいな、まあ、酒屋ですね、ありまして、そこにいつもなんか頭がぐちゃぐちゃなホームレスがいたんですけどある夜ですね、同じマンションに住んでるマークっていうギターの生徒がいて、同じ学校のギタリストだったんですけど、そいつの家に遊びに行ったら、マークがベッドに座ってですね、こうやってやってるんですよ。落ち込んでて、どうしたマークって言ったら、今横のコンビニにビール買いに行ったらホームレスにナイフ突きつけられた、俺はもうインディアナに帰れないって嘆いてまして、
ちょっとびっくりしましたね。まだあれ8時か9時ぐらいだったんですけど、やっぱホームレスナイフ持ってんだな、危ねえなってその時思いましたね。ですね、あとですね、もう危ないこといっぱいあったんですけど、そうですね、とにかく銃声はもうほぼ毎日聞いてましたね。うちの前になぜか、うちの前なんでか分かんないけど、ドラッグのを売買する場所みたいになってて、しょっちゅう警官が来て逮捕劇を見たんですが、もう誰かいなく逮捕されてもすぐまた補充されるんですよ。で夜なんかもうほぼいまして、まあ昼もいるんですけど、多分彼らがバン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 なんか撃ってて、あれ人撃ってんじゃなくて、聞いたんですけどなんか試し撃ちみたいな遊びみたいな感じで空に向かって撃ってんだよなんて誰かに言われましたけど、ある時銃撃戦が始まって、音的にすっごい聞こえたんですよ。バーンって聞こえたと思ったら、パン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 ってなって、でびっくりして床に伏せました。流れ弾入ってきたらまずいなと思って、僕の部屋からまっすぐ見えたんで、通りがドラッグのディーラーも見える部屋だったんで、危ないなと思って伏せました。あれ怖かったですね。もうとにかく治安が悪くて、うちのマンション夜中にロス市警だと思うんですけど、ヘリコプターがこうバン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 って飛んできて、なんか巡回してるんですよ。で遠くから来たなと思ったら、うちの前で必ず上でなんかホバリングしてるのか旋回してるのか分かんないですけど、止まってこうサーチライトでこうやって照らすんですね、うちの前を。それでなんかよし大丈夫だなみたいな感じでブーンって行っちゃうんですよね。だよっぽど悪い場所だったんだなって思います。実際ホームレスもたくさんいましてですね、ある時学校行く時に、なんて言ってたのか分かんなくて、タバコの火貸してって僕聞こえて、100円ライターこうやってあげようと思ったら違うって言われて、何か言ってきたんだけど、もう分かんないから、分かりません、英語分かりませんみたいなこと言って行こうとしたら激怒して、でお前そこに住んでんだろみたいなこと言われて、住んでても僕英語苦手だったんで分かんなかったのに、彼に言わせれば英語分かんないと俺を舐めてんのかみたいな感じで怒っちゃって、中指立てられまして、そしたらその騒ぎを聞きつけた周りにいた仲間みたいなホームレスがですね、ぞろぞろ5人ぐらい集まってきて、集まってきたんですよ。なんだなんだみたいな感じで、これはやばいなと思って、僕ちょっとずつ距離を空けながら、よくわかんない笑みを浮かべてたと思うんですけど距離を空けて行ったら、なんとか丸く収まりました。それ以上は来なかったんで、あれ夜だったら危なかったですね、怖かったですね。昼間だったんで大丈夫でしたけど、そうですね、まあ、実際被害に遭った人もいたみたいで、僕の友達の友達が、僕が住んでるマンションすぐ近くにバーガーキングがあったんですけど、そこでなんかギャングみたいなやつに傷つけられたみたいですね。なんか先の尖ったのでガーってやられて、たまたまなんか私服警官が近くにいたらしくて助かったらしいんですけど、なんかギャングがチームごとにバンダナ、何色だか忘れましたけど、まあ、仮に赤と青としますよね。そのやられた友達がなんか分かんないけど、たまたまその敵対するギャングがつけてる色のバンダナかなんかをどっかにつけてたらしくて、間違われたらしいんですね、敵だと。それでなんか攻撃されたらしいんですけど、そうですね。あとなんか追っかすっげー追っかけられて、うちの目の前、僕学校行こうと思ってもう出たら、一人追っかけられて、二人のあれ多分ギャングだと思うんですよね、年齢的にも、年齢っていうかもう見た目感的にも。それで追っかけられてて、見てたら100メーターぐらい向こうでとっ捕まって、なんかすごい殴られたり蹴られたりしてですね、ひどい目に遭ってましたね。その二人はその後すぐ逃げていきましたけど、なんかあれですよ、僕の知り合いの人もすぐ近くのとこでここに拳銃突きつけられたって言ってましたね。
実際だから被害に遭った人もいたみたいですけど、死んだっちゅうのはなんか昔僕が行くよりも昔に、学校の裏高横高で日本人の生徒が殺されたっていうのを聞いたことがありますけど、それはちょっと分かんないです、本当かどうか。そういうふうに言ってた人は、いましたね。いやなんかね、いっぱいあったんですよね、おっかないこと。あと何やったかな、まああと裁判、なんか裁判があって、黒人かなんか、多分ロス暴動かなんかの関係の裁判があって、それで裁判の結果、判決によっては、また暴動が起きるかもしれないから明日は学校休みでとかって言って休みになったことがありました。まあそれは怖いっていうかあれですけど、結構それの前からやっぱ警戒されてて、この裁判は裁判のその結果によってはまた暴動が起きるからって言って、周りの人たちすごい警戒してました。特にアメリカ人の元からそこに住んでる人とか、僕の友達の家の人、ルームシェアしてたんですけど、そこがですね、そこの家の人はピストル買ってましたね。今度の裁判で何起こるか分かんないからピストル買ってきたぜとかって言って見せられたって言ってましたから、はい、まあ、僕はそんなこと言われてもピストルも買えないですし、本当か嘘か分かんないですけど、おもちゃ屋で500ドルで買えるよって誰か言ってましたけど、それはちょっと本当かどうかちょっと分かんないです。なんかね、そんなことがあって、まあ、結局裁判の結果は暴動が起きるような内容じゃなかったみたいで大丈夫だったんですけど、まあそんな感じでですね、いろいろありましたけど、なんとか帰国しましてですね、今も生きてました。ありがとうございます。はい、というわけで今日はこれからまた確定申告頑張ってですね、なんとか明日までに申告を済ませたいと思います。ありがとうございました。